暖化対策や省エネ対策を何から始めたらいいのかをご提案をし、補助金申請や法的届出書の作成代行などを主な事業としております。具体的にはコンサルタント事業がございまして、その中の一つとして省エネコンサルタント、こちらは某ホテルのですね、省エネコンサルをやらさせていただいて、5年間 1% の削減率を確保したと、さらに急な経済産業省たちにおいてもですね、評価といたしまして90点以上を獲得させていただきました。それ以外にも現状トップレベルのコンサルタントもやらさせていただいております。私どものエコウェイの取り組みはエコ設備、これをどう組み合わせてうまく運用していくのか、システム作りやルール作りをやらさせていただいております。補助金におきましても1件あたり3000万ないし1億5000万にという額に上るわけですけれども、今まで数十件一度も採択なく実績としてございます。私どもの他社との大きな違いは、工事を目的としているわけではなく設備を販売することを目的としてはおりません。あくまでもオーナーサイドに立ったご提案が主体でございます。私どもの考え方が皆様方に広く広まっていっていただければ、地球温暖化の少しでも歯止めになるものと信じております。皆さんからのご意見ご要望をお待ちしております。